今回は、インフルエンサーをアニメ化する方法について解説します。ぜひ、最後までご覧ください。この動画では、ヘリさんという韓国のインフルエンサーのダンス動画を参考に解説を進めさせていただきます。また、解説では、コンフィ UI を Google コラボで動作させていきます。そのためもしも、コンフィ UI や Google コラボというキーワードがわからない場合は、 詳細を解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、 名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは、Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは、A100GPU を選択します。 A100GPU を選択した場合は、ハイメモリーの設定が自動的に有効になります。なお、無料版の Google コラボでは A100GPU は選択できません。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。 それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。 この処理には5分以上かかると思います。しばらく待っていると、このようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。この画面が表示されたら次に、設定ファイルを読み込みます。この解説では、あらかじめ Conf UI の設定ファイルを用意していますので、そちらをご利用ください。概要欄に貼ってあるページを表示します。 このページを表示したら、利用ファイルと書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると、ZIP ファイルがダウンロードされるので回答します。ダウンロードしたファイルを回答したら、このようなファイルが表示されると思います。この中にある、workflow.json と書かれているファイルを c o n f i u i の画面にドラッグドロップします。ファイルは何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。 これで、workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。設定ファイルが読み込まれたら、元になる動画ファイルをアップロードします。具体的には、ロードビデオから始まるタイトルのブロックの中にあるアップロードボタンをクリックします。そうすると、ダイアログボックスが表示されるので、動画ファイルを選択します。今回は、このような動画をアップロードしました。それでは早速、動画を生成していきましょう。 Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。これで画像の生成処理が開始されます。生成処理の状況はブロックの表示で確認できます。緑色で囲まれているブロックが現在実行されている処理です。処理が完了すると囲んでいる緑色の表示が移動します。生成される動画ファイルは一番右端のブロックに表示されます。動画の長さにもよりますが、 動画の生成には時間がかかります。この解説で指定した動画は約15秒程度の動画でしたが動画が生成されるには30分以上かかりました。しばらく待っているとこのような動画が生成されました。生成された動画がこちらです。このような手順で推しのインフルエンサーさんをアニメ化させて楽しむことができます。ぜひお試しください。今回の解説は以上です。 それではまた別の動画で。